なんでそんなこと言うんですか。何なんですか、あなた。なんでそんな強く言うんですか。言うてへんなんだよ。だって、え、あなたでもここにおんの。うち一人しかおらんけど。切ろうか。どうやったらそうなるんですか。そんなにどうやったら強くなるんですか。は？何言ってるんですか。うち一人でここにいて、今のセリフ喋っただけですけど、死に迫っていただいて。あなたなんかいないよ。誰も語りかけてないよ。な？うちは今考えてんねん。いろんな経験をもとにして。でもあなたには言ってないからね。だから聞きに来ない。聞かなくていいから、あなたは。一人でやってるだけね、一人でやってるだけね。そんなやつおるんですか。ここにおったら、そんなやつ。うちが一人でこうやって踊ってるだけで。セリフ言うの。あんたらもおらへんの。な？おらへんの？見えるん？やば。やばいぞ、お前ら。お前ら、やばいぞ、お前ら。で、うちがやばいぞって言いながら、踊りながら喋る、踊りながら振り付けしながら喋ってるだけで、ガッ。でしょ。で、一人で笑ってるだけで。お前らなんかおらへんから、で一人でやっただけね。こんなのあんたら届いてへん。だから安心したでしょ。じゃあね、たじみは全然出なかったけど、修行したと問い合わせたらね、うちこうなったん、全集勉強したから。全集勉強して、で、武道と付き合わせて、音楽とも付き合わせて、それが一番大きいけど。教えてください。無理やねん！それが悪いけど。なんでかって、うち僧侶ちゃうからやねん。僧侶じゃなくても教えれますけど、というか勉強会がある。知らん、そんな人、あかんねん。そうじゃないねん、そんな人、あかんねん。いや、いや、できるんですよ。いや、あかんねん。そうじゃないねん、そんな人、あかんねん。いや、できるんですよ。いや、そう、勝手にやってるだけなんだろ。絶対そうじゃないのに、こういうこと教えたら、あかんねん。それ教えてへんねん。SNS で喋ってるだけやろ？書いてるだけやろ？これは教えてへん。いや、だから、勉強家が、知らん、そんな、お前ら勝手にやっとるねん。法律上はできるでしょう。でも宗教上はしたらあかんねん、僧侶がこういうことは。いや、だから、お釈迦さんが言ってんねん。だからそれが間違いで。出て行きゃ関係ないのか、前なのか。って一人で喋ってるだけでね。お前おったいんか。いけるか？